大鳥山遺跡、または大鳥居跡跡は、出羽国北部の横手盆地中部、現在の秋田県横手市新坂町、大鳥町にある平安時代の遺跡。2010年2月、国の史跡に指定された。平安時代の東地方の豪族、出羽清原市の居城跡と伝えられている。旧、横手市が横手市新坂町、大鳥町に総合運動公園の整備を計画し、 その調査の過程で遠遺跡の存在が明らかになった。1977年から1983年までの約7年間にわたり発掘調査が行われた。その後、旧横手氏が周辺町村と合併して、現在の横手氏となった後の2009年までの3年間の再調査を経て、2010年に国の史跡に指定された。旧横手氏により、 その大部分に当初の計画通り遺跡を埋め戻して運動広場やテニスコート屋外プールなどが整備されまた一部は宅地になっているなお屋外プールは2016年度から営業を休止しており解体廃止されることが2020年に決定した旧横手市の市街地北部横手川とその支流である吉沢川の交流点東側に位置する 小吉山及び大鳥居山という二つの消毒立給料に立地し、川の水面からの飛行は約20メートルである。巨大な二重の堀とドルを有する防御性の極めて高い巨城跡である。道の下話式によれば、大鳥山太郎来園は、全9年合戦において安倍方の安倍政党を、かくまったとされ、これを知った、では守るの軍勢は、大鳥山を包囲したと伝えられる。 その遺跡の姿は、欧州藤原市初代、藤原清平が館に定めた柳の御所遺跡に類似している。また、大鳥居山山頂部には、当時にあって、格式高い建造物に限定される、四面美差しの建物跡が検出された。築造年代は、10世紀後半に築造が開始され、11世紀後半に完成したものと考えられる。従来、 武士によって築かれた山城の出現は14世紀を遡らないと考えられてきたが、それを200年以上も遡ることが明らかとなった。城郭史専門の仙台義弘は、戦国時代の城郭に匹敵する規模であることを指摘し、さらに、その防御施設は土で作る城の最高レベルと評している。ありがとうございます。